先週オリタルラジオが退所会見を YouTube で行いましたが、ひろゆきさんはどう思われましたか。あれは会見ではないと思うんですけど、あれは会見だと思ってらっしゃるんですか。あれ動画ですよね。あの会見ってそのメディアに対して招待状を出して、その各メディアの記者が来て、でその人たちを前に質問をして、でそこの素材っていうのを各社がテレビだったりラジオだったり雑誌だったりにあのその流すっていうのが会見だと思うんですけど、あれは記者会見風の動画をアップロードしただけなんですよね。記者会見風です。なので記者会見ではありません。なのでその本当に聞かれたくない質問はあったんだろうなと僕は思いました。要はあの記者会見のようなものはやらなきゃいけないと、世間的に。で多分今質問をした方みたいに記者会見をしたと誤解する人も何割かいるっていうのを踏んだ上で、で別に記者会見やればいいんですよ。でもやらなかった理由っていうのは多分聞かれたくない質問があったからじゃないかなと思うんですよね。まあそれが何なのか分かんないですけど、まあ皆さんで、はい、想像してみてください。